のでございます連絡ありがとうございます、まあ、カルダノのステーキングに参加されているということですけどもあのたまにねご連絡いただいてこうやって今回も返信させてもらうんですけどもあ昨年のね9月から考えると、まあ、今の価格ってのは3分の1ぐらいになりましたよね。えー、やっぱりこれはねいつカルダノを取得したのかっていうことが一つ大きなポイントになります。で、当然 投資なんでいつ決済するのかってことも問題になりますですので投資を始める時にこの辺は最初に計画しておかなければなりませんのでね、えー、いつまでにいくらの利益が欲しくってやるのかっていうことこの2点そして3点目が自分の余剰資金はいくら投資に振り向けられるのかっていうふうな行動の限界値ですよねで最後4つ目がいくらまでの損失だったら許容できるのかっていうことですこの4点をしっかりと 計画してで取り組むと投資をするっていうことになるとギャンブルからだいぶ投資になってくるのかなと思いますですんでねあのいつ決済しようかなっていうふうな決済ポイント利確ポイントを設けていないとかロスカットラインを設けていないっていうのはこれ投資でも何でもなくって単なるねえー、ギャンブルツッコミなんですよねこれをするとね本当に投資の経験値っていうのは上がっていかないんでうんこうやっぱりね その辺をしっかりと組み立てていってもらいたいなと思いますね、まあ、今までもねいろんなものがありましたけどもこれからもいろんなものが出てくると思います自分が儲からなかったから詐欺ガセネタなんだっていうことではなくてどんな投資も自分が扱えるレベルのものなのかっていうことを考えていくことによってリスクを減らして利益を取っていけるようになると思うんですよねでステーキングっていうのも今回カルダノで設けられてますけども、うん、やっぱりね あの年間でどのぐらい見込めるのかってことも当然なんですけども、まあ、日々どんな動きをしているのかっていうこととねあとそもそも体の絵だってのが何に影響されて価格が変わりやすいのかってことも、うん、やっぱり自分なりに捉えていかないといけないかなとその意味ではやっぱりこう開発元からのねあのメッセージっていうのは非常に大事ですしで体のがどのぐらい電気代を食うのかってことも非常に大事なんですよ。 まあ、体の電気代の消費量っていうのはね、ビットコインのね、500分の1ぐらいだったと思いますけどね、200分の1だったかな。まあ、とにかく、ものすごくエネルギーに優しいんで、これからの省エネ時代にはもう、持ってこいなわけなんですよね。でむしろ、ビットコインっていうのは、その、マイニングっていうね、段取りに対して、承認作業に対して、ものすごく電気代がかかるんで、まあ、これからの時代、ビットコインの流通は、 他のアルトコインに抜かかれていいいくんじゃないかなと思いますよね、うん、まあそういうこともありますんで引き続き体情報を取っていってていいければと思います、えー、そしてですねやっぱ投資する以上利益が欲しいって気持ちは当然あっていいんですけどもあの利益のみに走るんではなくて投資っていうのは結局投じたお金がプロジェクトを成功させて一人でも多くの方をね便利にする豊かにする未来を開拓するっていうのがあ一つの 目的なんですよねでその目的が達成された時にずっと支えてくれた資金提供者にリターンが返ってくるって仕組みなんで世の中が良くなったから自分が儲かるっていうような形がいいですねやっぱ自分が儲かったけども結局プロジェクトは駄目になって世の中は良くなくなっちゃったみたいなねそういったのは誰も望んでいないと思うんですよ。で大抵そういう時っていうのは大体ね自分が被害者になってる時ですからねさらにそれは苦く感じると思うんですけどね。 はいということで体の枝も一つのプロジェクトでありますしあのまあそれにね振り回されることなくむしろねそういった情報を扱えるような自分になっていくことが大事なのかなと思います、えー、投資全般に言えることですけどもやっぱり自分で始めて自分で結果を刈り取るってことになりますまあ足りない情報とかね難しい考え方に関しましてはまた足のほうからもいろいろと放送させていただきますので参考にしていただければ幸いでございますではお疲れ様でございましたまたメッセージください